アポロの杯は、三島幸男の旅行期、随筆。1951年12月25日から翌1952年5月8日までの約4ヶ月半にわたる世界一周旅行の見聞録である。航海日記、北米機構、南米機構、ブラジル、欧州機構、旅の思い出の五部からなる。横浜港から客船で出版したこの旅は、 三島の初の海外旅行で作家としての自分を高めるべき自己改造の契機となった渡航でもあり、三島の一つの転換点として位置づけられている。なお、当時日本は GHQ の占領下で一般人の海外旅行は禁止だったため、三島は朝日新聞の特別通信員として渡航した。旅で体感した太陽、射肉祭、美術、文化、 遺跡は26歳から27歳の3等に深い印象を残し、特にギリシャ体験は心の内に潜在していたものを顕在化させ、小説、使用再誕生の動員やその後の肉体改造への伏線を形作った。またこの旅行記は公的な歴史書からは知ることのできない、偏見する歴史の一つの証言という意味合いも帯びている。年に、 複数の文芸雑誌などに以下のように連載された。以上をまとめた単行本アポロの杯月は1952年10月5日に朝日新聞社より刊行された。その後、1954年3月刊行の三島幸男作品集六歳録にあたり、図版屋三島が創作した刺激アンティノウス、わしの座、近代農学集のうちと、 それを改変した短編小説アンティのスが付加された。翻訳版はイタリアのマリア・キアラ・ミルうやく中国の猿、非林生化分けで行われている。なお、アポロの酒好きには収録されなかったが、同旅行の気候エッセイには以下のようなものがある。三島幸男が世界旅行に出た1951年は9月に講和条約が調印されていたが、当時は まだ未発行で日本は GHQ の占領下であったため一般人の海外旅行は禁止されていた。三島は2、3年前の2、3、4歳頃から外国旅行に行きたいと考え、捕鯨船に乗り込んで南太平洋へ行こうとも黒見新聞社の人間に頼んだり人に勧められ、アメリカで開かれる青年芸術会議参加の面接試験を受けたこともあったが落ちていた。 このように占領下での外遊の審査は難しく、よほどのツけがなければ、日本を離れることは不可能であった。そんな折、三島は朝日新聞の出版局長だった梶隆一から、一つ、ここらで外国を見てこないかと声をかけられ、その願ってもない話に乗った三島は、梶隆一の尽力により朝日新聞の特別通信員の資格で旅行許可を取ることができた。 カジ隆一は、三島の父親、死とは旧友であり、以前から三島とも親しい間柄であった。当時は旅行者の体格検査にも厳しかったため、三島は旅行前の12月中旬、清路科病院で片足50回飛びをさせられ、出発の数日前には、川端康成夫妻が三島宅にわざわざ足を運び、相当励ましにやってきた。三島は、 仮面の告白を書いたことと、この最初の世界旅行とで、私の変歴時代は、ほぼ終わったと位置づけており、それまでの10代から20代前半までの、自分が甘えてきた感覚的才能から決別し、何としてでも、生きなければならぬという思いと、明確な、理知的な、明るい古典主義への傾斜が20代後半にあったと、振り返っている。歳の頃のは、自身を、変な、 ニヤニヤした25歳の老人だと考え、しょっちゅう異通に悩まされ、自分の中の化け物のような巨大な感受性への嫌悪が生まれていた。そしてそんな自分を打開し、新しい自分を発見したいという思いが募り、外国旅行に出たいと考えていた。当時の心境を3頭は以下のように述べている。私に余分なものといえば、明らかに感受性であり、 私に欠けているものといえば何か肉体的な存在感とも言うべきものであった。すでに私はただの冷たい知性を軽蔑することを覚えていたから、一個の彫像のように疑い内容のない肉体的存在感を持ちた知性しか認めず、そういうものをしか欲しいと思わなかった。それを得るには、ホラー穴のような書斎や研究室に平じこもつていては、ダメでどうしても、 太陽の媒介がいるのだつたそして感受性はこいつは今度の旅行で靴のように履き減らし、すり減らして、使い火果たしてしまわなければならぬ。乱皮するだけ乱皮して、もはやその持ち主を苦しめないようにしなければならぬ。三島行きを、私の変歴時代三島はそれまで自分自身に強く向けられていた眼差しを外部世界へと開き、これから、 職業作家として高めるべき自己改造の契機として世界旅行を起とし同系の地ギリシャをハイライトとする旅に赴いた古代ギリシャ人が外面を信じたこと精神を発明したキリスト教文化よりも古代ギリシャの肉体と知性の均衡に美の価値を置く文化は感受性の摩滅を求めている三島の旅の目的と合致していた 旅行の日程は1951年12月25日から、翌1952年5月8日までで、ハワイ経由でアメリカに上陸、ブラジル、ヨーロッパへ飛び、フランス、イギリス、ギリシャ、イタリアを渡るコースであった。アポロの杯というタイトルは、ギリシャの星座の名前から取られたが、三島はこの星座について、野尻宝栄から聞いた話として、次のように説明している。 海蛇座の上にカラス座の四辺形と並んで乗りつ,つている星座であまり目につかない。星図で見ると両耳のついたギリシャの大杯でうつつわされ6つの四等星が東へ向いた半円を描いているのが口である。ある日アポローンは使いは締めのカラスにこの杯を渡して水を汲ませにやつた。怠惰で木の多いカラスは道すがら見た一軸の木の下で その実の熟して、落ちるまで待つた後、水蛇掴んで、飛びかへり、この蛇がいたので遅くなりましたと空ごとをそうした。その報いをもって、カラスは、水蛇と坂と共に星に変えられ、坂を目前にしながら、永遠の活に苦しめられているのである。三島幸夫、野尻宝映による三島は、ローマのバチカン美術館で、ベルベデーレのアポロン像を見たが、後1959年に、 大田区南ゴメに新築した邸宅の庭にアポロ像を設置した。このアポロ像は三島がローマの名称、ジョバンニアルディニに作成依頼したもので、その足元には王道十二宮の大遺跡のモザイクが埋め込まれている。客船プレジデント、ウィルソン号内での生活の様子や、食卓がかりの明るいローボーイのことなどが綴られている。バレリー、ワイルド、ジードが、 感受性から脱出し、ダンディを持ったことや、不瞰不動を持って、ダンディの定義をしたボードレールに思いを馳せながら、自分の文体から感じやすい部分を駆逐すること、自分の生活に感じやすさから加えられている、様々な情余物や、コツテリとかけられた、ホワイトソースのごときものを取り去ろうと試みたことを考察している。初めての晴天の日、素晴らしい景色と、 太陽の下、デッキチェアに寝転んで、日光浴を楽しむ様子が綴られている。では、客船で知り合い、ハワイまで同行した60歳近い日系移民一世の女性から聞いた話が綴られている。彼女は40年前に、仙台からカリフォルニア州に移民し、4度目の日本企業から住まいの、あるロサンゼルスに戻る途上で、三島に太平洋戦争中のアメリカ抑留生活の、 思い出話をした。では、未開と物質文明との、いかにも巧みな融合の範囲の鮮やかな、天然色的な魚や、花、服飾や風景を、広告画家の絵の具で描かれたようだと表現し、観光地ホノルルの、何か、用意周到な野しというようなものの雰囲気を伝えながら、ユーモラスに締めくくっている。では、サンフランシスコの日本人経営の粗末なホテルで食べた。 まずい日本料理からしみちみかん。では、ロスアンゼルスのハンティントン美術館で、ルヨーチのフランス工芸品を見て、大円形の肖像画の中の人々へ思いを馳せている。では、エンパイアステートビルや、ラジオシティミュージックホールを案内した、社会主義者のクルーガー女子とのユーモラスな交流や、メトロポリタン歌劇場で見たオペラ、サロメや、ミュージカル、南太平洋、コールミーマダムについての劇表。 ニューヨーク近代美術館で見たピカソのゲルニカの苦痛の静けさの感想を綴っている。また、ハーレムの酒場での黒人たちの悪徳の健康な精水のごときもの、皮膚の黒さが白人の心に投影するあの不思議なもの、醜さや罪悪や背徳や無知の印象のある輝かしい精水を観察している。三島はニューヨークの印象と書いて開業し、 などというものはありえない。一言にして言えば、500年後の東京のようなもので、あろうと記している。そう綴った1952年1月、東京にはまだ空襲の焼け跡やバラックが残っていた。また、オペラ、サロメの演出についての感想や、日本でこれを上演しようとする人の参考の過剰は、後1960年4月の文学座公演。 サロメの三島自身の演出に生かされる。では、インディアンブラックで若いインディアンが家の前でコカ・コーラを売っているのを見たり、ネイプル雑木の美しいマングローブや風景、釣りでキングフィッシュを砂取ったことが綴られている。では、プエルトリコの主婦さん不安の街角に佇む若者や、キャフェテリアの水格やウェイトレスの様子が綴られている。では、リオデジャネイロに到着した感動や、 リオの街の散策中に感じた騎士感や悲哀、幼年時代を思い起こさせる教習、リオのカーニバルの練習をする人々や、街路の人々の様子、海水浴や動物園のことが綴られている。では、古い軒並みの窓の中に見られる人々の眺めを観察し、窓の中は舞台に似ていると考えながら散策している。サンパウロでの体験は、後に小説、 不満な女たちの創作に生かされる。では、元、東国の宮子息で、学習委員時代の友人、田山敏彦の営む牧場やコーヒー農園の雲の風景や、醤油ビラサビノの村の素朴な様子、タラカンイの庭で見た白アリの巣やハギレアリ、ホタル、ハチスズメ、ダチョウなどの観察、馬に乗って回った牧場とコーヒー園や、付近の慰霊碑の風景を綴っている。高い、 シロアリノスを見たことは、後に戯曲、シロアリノス創作のヒントとなる。では、カーニバル前日の街の様子が綴られている。では、カーニバルの喧騒や、興奮の様子が詳細に描写されている。三島自身もナイトクラブ、ハイライフや、ヨットクラブの舞踏会で踊り明かし、その店の人々の様子、カーニバルの終わった、翌日のリオの街の様子が綴られている。では、 中立費経由でパリへ向かう飛行機が天候の加減でジュネーブに泊まり肌寒い町やジュネーブ湖に注ぐローヌ川の中の小島、イルドル層で見た白鳥などの風景が綴られている。では、メドラロの極場の極限子の危険な技を見ながら肉体と精神の極限状態について考察している。また、在外事務所の S 氏家族とフォンテーヌブローへ春のピクニックに行き、 そこで見た巨石を見て、日本の庭のようであると観察している。バチカン美術館のアンティの薄像では、パリで木下啓介、眉積敏郎と一緒に見た、レハールのオペラ、美少の国のことや、ロンドンの劇場で、ビリー・バット、空騒ぎを見たこと、朝日新聞社のシーノといったギルドフォードの街の様子が、綴られている。では、県連のちっきり車に到着した感動や喜びを、記している。 空の絶妙の青さは廃墟にと、ステヒスのものであるとギリシャの青空をめでながら、訪れたアクロポリス、パルテノン神殿、ゼウスの見合い、ディオニューソス劇場を詳細に描写し、ギリシャ建築や両暗寺の美意識について考察したり、デルフィに向かう周遊バスの道中の様子や、美術館で見た、魚写像との開口の感動、アポロ神殿の眺めが詳細に綴られている。では、コロセウムや、 テルメのローマ国立博物館で見た、ウェノス・ゲニトリクス、オドリコゾニオベの娘、シレーネのヴィーナス、ボルゲーゼ美術館で見た、キツヤーノの絵画や、夜オペラ座で聴いた、ベルディのオペラ、リゴレットのことなどが綴られている。また、バチカン美術館で見た二つのアンティノウス像に感動し、アンティノウスの逸話に思いを馳せている。 コンセルバトーリ空美術館では、スピナリオのトゲの刺さった少年を絶賛し、キャピトール美術館では、戦士像、ベネツィア美術館では、グイドレーニ、聖セ,セバスチャンなどを寸評している。ローマを経つ日に再び、バチカン美術館に赴き、アンティノウスに別れを告げ、キリシャ彫刻について考察している。三島が創作した、刺激アンティノウス、ワシノザ、近代農学習のうち、 短編小説、アンティの薄も復帰されている。旅行から日本に帰って2ヶ月後に書いた随筆。旅先の世界各地の新鮮な感動は、すべて10日以内のことで、それ以上過ぎてしまうとあぐんでしまい、初めてその土地へ着いた時よりも、数百倍の違和感と決心を必要とすると三島は綴っている。そして、三島は日本に帰国し、 私は、私自身の環境である日本とその風土を宿命と考えることから癒された、私の環境は、私の決心なのであると述べている。しかし2ヶ月経つと、突然旅情に襲われて、コッパカバーナ海岸の日没を思い、私はまた海を見たいとも綴り、2週間以内に海辺の宿に仕事場を移すだろうと締めくくっている。ハワイに向かう船のデッキで3頭は、太陽と出会い、 太陽、太陽、完全な太陽、と歌うように書いているが、この時の心境について、次のように語っている。ハワイに近づくにつれ、日光は日増しに強烈になり、私はデッキで日光浴を始めた。以後12年間の私の日光浴の習慣は、この時に始まる。私は暗いホラ穴から出て、初めて太陽を発見した思いなつた。生まれて初めて、私は、 太陽と握手した。いかに長い、ひだ。私は太陽に対する親近感を自分のうちに殺してきたことだらう。そして日が夏いたち、日光を浴びながら、私は自分の改造ということを考え始めた。私に余分なものは何であり、欠けているものは何であるかということを。三島由紀を私の変歴時代この太陽との出会いや印象が太陽と親しむ最初のきっかけとなり、 光年の随筆、太陽と鉄にまでつながってゆくことになる。三島と太陽との最初の無意識の出会いは、1945年の敗戦の夏の荒烈な太陽だったが、その夏の光は、心身と万物の上に降り注ぎ、戦争が終わっても少しも変わらずに、そこにある緑濃い草木は、その白昼の容赦ない光に照らし出されて、 一つの明晰な幻影として微風にそよいでいたという。三島はそれ以来、太陽は死のイメージと離れることがなかった。そして、この世界旅行での二度目の太陽との出会いにより、和解の握手をし、次来、太陽と手を切ることができなくなった三島は、その太陽について、次のように述べている。私は太陽に出会いつた経験が二度あるのだ。ある人物と決定的な出会いをして、 それから終生離れられなくなるずつと以前に向かうもこちらに気づかず、こちらもほとんど無意識な状態で、その大切な人物にどこかでちらと出会いつていることがあるものだ。私と太陽との出会いもそうであった。三島幸を、太陽と鉄利用のカーニバルの季節にブラジルを訪れた三島は、熱帯の光に酔い激しい青空の下のヤッシの波木を見るだけで、 久しく探し求めていた故郷へ帰ったような気がした思いを抱いた。そして、リオの古い住宅地の街路の眠の波気の落とす影のほかに、若年と真夏の日光が満ちているばかりで人の姿がなかったという風景を見て、突然夢の中の記憶のような不思議な騎士感を覚える。その美しい静寂を極めた都会の風景は、三島の幼年時代の真夏の寝苦しい夜の夢を思い出させ、 痛切な悲哀の念に襲われ、リオの市内電車や子供たちの風景に、教習的な考えを抱く。三島は、夢の中の記憶と、現実の記憶について、創始の、故障の例えや、洋曲、簡単を思い浮かべながら次のように語っている。我々は事実、ある瞬間、故障になるのだ。我々は、様々なものになる。輪廻は、刻々のうちに行われる。 大きな長い輪廻と小さな刹那の輪廻とがある。小さな輪廻と大きな輪廻とはお互いを映している胸像のようなものである。一人我々の意識が我々をあらゆる天真の危険から守り空間に閉じ込められた肉体の存在を思い出させてくれるのである。さもなければ我々は二度と人間に立ち戻らないでその瞬間から古張になってしまうことで洗う。三島紀夫。 南米気候、ブラジルリオ、転身、幼年時代の再現このリオでの夢のような記憶は、三島の中で普段は折りたたまれてしまわれている、荒野を思い起こさせ、三島文学に一貫して通じている主題、芸術イコール史と共通していると、佐藤秀明は考察し、佐柄木一は、このリオの神秘的な権限の体験、常識的な時空の制約と限界が一息に突破されてしまう。 神秘の瞬間が、後の、豊穣の海のテーマとなる輪廻転生や、転身へ、同型を先取りするものだと指摘している。トラベラーズチェック東難にあった、パリや、ロンドンの、あっさりした記述に比べ、権限のちっきり者にやってきた三島は、終日ただ良い不がごとき心地で、遺跡や廃墟を回り、パルテノン神殿をはじめとする遺跡の美に打たれるとともに、それらの背景をなす。 青空に引きつけられ、今日も絶妙の青空、絶妙の風、おびただしい光。そうだ、ギリシャの日光は恩和の度を超えて、あまりにロアで、あまりにおびただしい。私はこういう光と風を心から愛すると、ギリシャの日光への愛を記している。そして、古代ギリシャの思想に、自身の古典主義的傾向の帰結を見出した三島は、その時の心境を次のように語っている。 それはいわば、美しい作品を作ることと、自分が美しいものになることとの、同一の倫理基準の発見であり、古代ギリシア人はその鍵を握っていたように、思われるのだつた。近代ロマンチック以後の芸術と芸術家との乖離の、姿や芸術家の孤独の様態は、これから見れば、遥か抜流の出来事であった。ギリシアは、私の自己嫌悪と孤独を癒し、ニーチェ流の、 健康への意志を呼び覚ました。私はもう、ちょっとやそっとのことでは傷つかない人間になったと思った。晴れ晴れとした心で日本に帰った。三島幸を私の変歴時代、パルテノン神殿南側の情景そしてこの興奮の気持ちの続きで、翌年1953年に三重県の上島で執筆した作品が古代ギリシアの物語、ダフニスとクロエを下敷きにした。 小説、潮祭である。この潮祭の通俗的成功と通俗的な受け入れられ方は、その後の三等に冷水を浴びせる結果となり、だんだんとギリシャ熱が冷めるきっかけにもなったというが、このギリシャ体験と前述の太陽との出会いは、その後の三等の肉体改造への伏線を形作り、肉体と精神の昭和、肉体の古典的形式 文武両道は修正目指され、現実、肉体、行為が、シノニムというテーマに発展すると、田坂は指摘している。三島は、ギリシャのアテネとパリを対比し、私がパリを嫌い、印象派を好まないのは、その恩わな適度の日光によると記しており、ギリシャは、三島にとって、西洋文明の源流でありながらも、ブラジルの日光の荒烈さと重ねられるように、むしろ、 犠牲用的世界として印象づけられ、ギリシャで見分するものから、しばしば日本の文化や生活を連想している様子が散見される。例えば、ゼウスの見合いに残された柱の並び方が2本と13本という不均衡な群れを成していることから、この2つの部分の対比が被災有層症の美の限りを尽くしており、私は図らずも、両暗寺の石底の配置を思い出したという印象を抱き、 日本人の美意識について次のように語っている。両暗示の石帝の非金星は芸術家の意識の限りを尽くしたものである。それを意識と呼ぶよりは必要な直感とでも呼んだは、うが正確であろう。日本の芸術家はかつて方法に頼らなかった。彼らの考えた美は普遍的なものではなく一回的なものであり、その結果が動かしがたいものである点では、 西欧の美と変わりがないが、その結果を生み出す努力は、方法的であるよりは、行動的である。つまり必要な直感の鍛錬と、その耐えざる試みとがすべてである。おののの行動だけが捉えることのできる美は、普遍され得ない。抽象化され得ない。日本の美は、おそらくもつとも、具体的なあるものである。こうした直感の探り当てた究極の美の姿が、 廃墟の美に似ているのは不思議なことだ。石底の不均性の美は子そのものの不死を暗示しているように思われる。三島由紀夫、欧州気候あてね三島は、パリで私は左右奏章に疲れ果てた年、パリでは建築も政治も文学も音楽も、フランス人の愛する節度と方法論的意識性が至るところで、左右奏章を誇じし、その節度の過剰が、 旅行者の心を重たくすると考察している。そして、そのフランス文化の方法の詩であったギリシャを、今、我々の目の前に、この残酷な青空の下に、廃墟の姿を横たえていると表現し、そこでは、建築家の方法と意識は型を変えられ、旅行者はただ、廃墟として伸びをそこに見出すと断層しながら、ギリシャ人の考え出した、美の方法は、性を再編成。 自然を再組織することだが、廃墟は偶然にもギリシャ人の考えて、ような不死の美をギリシャ人自身のこの絆しめから解放したと論考している。そして、三島は穂出し目を逃れた生が神々の不死の見えざる肉体を得て羽ばたいている様がアクロポリスの青空に見えるとし、廃墟の大理石の間から真紅の消しが鼻先、 野生の麦が風になびいている様を記している。この三島の願望に染められたギリシャと日本の重なりには三島の古代ギリシャへの同型が三島自身の生活圏である日本にその世界を引き寄せていた面も強いが、こうした連想や想像力が様々な三島の文学作品を生み出す創作の原動力となったと柴田勝次は指摘している。佐伯昭一は 時代がついた旅行記は思わぬ味が出て面白く、値打ちがあり、時に書き手の無知や偏見がある旅行記もあるが、記載、三島のアポロの杯にはそういった鈍感や不用意は見られず、筆致の端々まで若々しい才気と清いが匂い立ち、その記述は滑らかに進行して、旅行の結末にはほとんどオペラが芝居の終幕のようなドラマチックな緊張。 また華やいだ盛り上がりが漂っていると評している。そして仕組まれた団体旅行とは違い、小説からしく、旅程プランの一切を3等の好みと関心によって、組み立てた、ほとんど孤独な一人旅は、時代の流行とは無縁だが、時を経ると、その時代色や歴史的背景の方に考えをそそられると最近は述べ、三島が船で最初に、 太平洋を渡ったという時代的背景、その船旅により、三島が太陽に親しむきっかけとなり、後年にまで影響を及ぼしたことを時代の生み出す、偶然のいたずらというものは面白いと考察している。また、三島が船旅で知り合った日経意味一世の老女の話が北米機構の冒頭に据えられているのも敗戦後まだ6年という時代を忍ばせ、 注目すべき因縁だと、佐伯は述べ、その総和の部分を引用しながら、こういった子、太平洋戦争が始まった時、彼女は即日抑留された一人である。そこの官房には、彼女を入れてく人の女がいて、誰もが日本海軍が遠い真珠湾を攻撃するに止めまつて、米本土に攻め植えつて来ないことを、残念がつていた。米本土上陸作戦が行われるその光景を、 一目見れば、彼女は、喜んで犠牲になって、自分の体が、日本軍の砲弾のために、粉みじ人になってもいいと思った。彼女たちは興奮し、死を心に決め、自分のいる官房なんぞを攻撃の場合に気に、かけてもらうまい、自分の死は歴史に書かれるに違いないと命名が思った。もしまた、自陣の羽目に落陥ったら、みんなで首をかつつて、死なあと相談した。官房には、 縄がなかつったので、彼女たちは靴下をほぐして、その糸で細い縄をなった。三島由紀夫、北米気候助局佐柄は、三島がさりげなく文末で、その日系移民の老女が今ではテレビジョンを持ち、独立して、手元を離れた息子の代わりに、5歳のポメラニアンを愛していることを不きして、特に老女がアメリカ嫌いや、反米主義者だということではないことを示唆している点も、加味しつつ、 戦争当時の愛国的な興奮も今では遠い話に過ぎないがこうした変典の無数の実例を内に含み込んだままとうとうと流れていくのが時間であり歴史というものだということを改めてこの総話から納得させられると論考しているまたハワイの自然から服装まで一斉の現職帳を天然色広告写真と重ねて ワイルドの理論を借り、正面切って説明する三島の印象期について佐伯は、現在のようにハワイ旅行が日本人にとり大衆化してしまえば、こうした議論自体がすでに歴史に一部に見えるが、さすがに軽眼にして先見に富む三島の遮脱なところは、最後のオチだと佐伯は指摘し、三島がハワイで一番印象的で、凡庸であればあるほど一層尽きない市場を、 味わわせてくれた景色を、私の今乗りつてきた巨船が停泊している様を、街の一角から眺めた風景だとし、それを眺めているうちにどこかで見た風景だと思い出して、実は、非船会社発行のパンフレットの天然食写真の図柄そっくりだったというおちのセルフパロディとでもいう、批評的な基地のユーモラスを挙げて、こういうものは、我が国の作品では滅多にお目にかかれないと解説している。 そして、三島の喜劇的センスやパロディの才能、を、基地豊かで回転の速いブリリアントな語り手であった一面が、一層生な動きと形に触れうるところに、この古い旅行記『アポロの酒好きの孤独があると評価している。佐藤秀明は、三島がサンフランシスコの日本人経営の粗末なホテルで、まずい日本料理を食べさせられ、ここでは、 日本という概念が、ことの他惨めなので、まるで我々は、祖国の情けない記憶だけを強いられているような気持ちになり、身をかがめてまずい味噌汁をすすりながら、私は身をかがめて、日本の薄汚れた老衆を犬のように接している自分を感じたと表現していることについて、その時その地サンフランシスコでの講和条約の締結が、三島が訪れた、つい4ヶ月前だったことに着目し、 日本からの旅行者は、敗戦国民としての屈辱と、貧しさゆえの惨めな気持ち、嫌が上にも感じざるを得ないと説明している。そして、三島が惨めな気持ちですすったまずい味噌汁の味は、食文化として外国に浸透したのでもなく、経済力を背景に、高圧的に上陸したのでもない、複雑な負の意味を持ってしまったものとして、何度も言葉を変えて表現していると解説している。 柴田勝次はアポロの坂月からか間見える、非西洋的世界を重ねる三島の意識に着目し、三島の世界旅行の動機は、自身の過剰な感受性を靴を履き減らすように、使い果たし、感受性の依存から脱却し、作家としての足場を固めることであったが、結果的には四ヶ月半に及ぶ、諸外国での見聞体験が、三島の意識を改めて、日本に振り返らせる端所になった年。 それは単に異質な風土や文化に触れることが、自国のそれを再評価する眼差しをもたらしたというだけではない。乱皮すべき感受性の捉えたものが間接的な形で三等に、日本の起点的なありかを喚起することになったのであると解説している。ありがとうございます。